うん、前に出てるのが団員係ということなんですけど、僕今年1年目なんですよ。で、皆さんにいろいろ教わりながら、練習に歌いに行くのもあるんやけども、事前にこういう準備もして支えてんだなっていうのを感じながら、去年から今年にかけてはプロジェクトが始まって新生の大工っていう気持ちがあったんで、じゃあその支えるのをみんな団員係のみんなと一緒に何かやってみたいなと思って参加させてもらいました。僕はあんまり右も左も分からへんかったけども、それで支えてもらえたし、練習に来てくれるみんながにこやかな顔でおはようございますって言ってくれるのが嬉しかったし、また来年もみんなとやりたいなと思ってます。で、ここのみんな本当にこの準備っていう当日の準備のためにいろんな仕事を配置して、でソリストの人にもくつろいでもらえるような環境を作るとか、それからパンフレットみんな来てくれますけども、そこにちゃんと、スポンサーの人からの抜けないようにって入れていったり、アンケート書いてもらうにはペンがいいんです。ペンをこうやって刺していく、同じところに刺したら高さが変わって崩れてしまうんで、右に入れて次にやったら左に入れて、そうやってバランスとってできるだけその崩れないようにするとか、こんなんが担当している人の中からアイデアが出てくるんですよ。それはなんかものすごいあったかい気持ちで会を成功させたいという気持ちがあったかいなと思いながら今日は作業できて、ほんま幸せだったです。大がかりは、始まるとき、練習の始まる前に30分前に来なきませんけど、ちょっとずつでもいいから支えてやろうっていう人は何回かに1回でもいいよって、そういう協力をしてもらえたらいいと思うし、今日は実際折り込みの時にはテナーの、女性のパートの人も来て、大がかり以外にも参加してやってもらえたんで、時間短くて済んでお昼が食べれたとか、そういう話もあったんで、本当にここの大工の会っていうのはみんなで支えてやなと思いますんで、僕もいい経験させてもらいましたけど、この皆さんのおかげだと思いますんで、また来年も皆さんよろしくお願いします。